アンジェリカ・バラバーノフは、ウクライナ系ロシア人の女性革命家。イタリア系ユダヤ人の血も引いている。ロシア語では、アンジェリーカ・イサーコブナ・バラバーノバ、または、アンゲリーナ・イサーコブナ・バラバーノバと呼ばれる。ロシア帝国領キエフ近郊にあるチェルニーゴフの、裕福な、ウクライナ人事主の家庭に生まれる。11歳の時に、ハリコフの女学校へ進学。 19歳の時に母の反対を押し切ってブリュッセル新大学に入学したのを皮切りに西ヨーロッパ各地を留学しフランスではアナーキスト運動を率いるエリゼルクリュドイツ社会民主党の大物であるアウグスト・ベーベルとローザルクセンブルクイタリアではマルクス主義の研究家アントニオ・ラブリオーララと出会い政治への興味を深めた1900年 ラブリオーラのもとで学んだ後に、イタリア社会党へ入党して、政治家の道に進む。国際主義者として、欧州各地の政治運動に関わり、第二インターナショナル事務局員、イタリア社会党中央日刊誌、アバンティ共同編集者、ツインメルバルト運動初期などを歴任した。ロシア帝国から、イタリアの隣国スイスに亡命していた、革命家、ウラジーミル・レーニンの秘書として、 生活を助けていた経験もある。この時、スイスに移住した、イタリア系移民者の組合に所属していた、青年時代のベニート・ムッソリーニと知り合い、マルクス主義や、マルクスレーニン主義を教授している。一説に、私生活では、恋人関係でもあったとされているが、バラバーノフはこれを否定している。彼女によれば親子ほど年の離れたムッソリーニに、哀れみを覚えて、 世話をしただけだと述べている。ムッソリーニも女性としてのバラバーノフを心は美しいが顔はミニキーと率直に表しており恋愛関係はなかったとしている。一方、後年に長女エッダはムッソリーニとバラバーノフとの子であるとする噂が流れている。親密な間柄はムッソリーニが国際主義に背を向けイタリア社会党を離党したことで一転した。 以降のバラバーノフはムッソリーニにとって最も必要な性的となり、彼女はムッソリーニへの中傷を生涯続けた。バラバーノフはアバンティ時代の記事はすべて自分が書いたとまで主張しているが、これは誇張であろう。ロシア革命が起こるとバラバーノフは封印列車第二便で革命ロシアに帰国して、レーニン、トロツキー等と親しく交わりながら、 コミンテルン初代の代表書記、ウクライナ外無人民議員を兼ねて、卓越した演説者、アジテーターとして活躍するが、やがて新体制による、権謀術数、度重なる、反対派の粛清の中で新しく勃興した、官僚主義に行しきれず、レーニンに引き止められながらも1921年に、ロシアを去る。レーニンが彼女のために書いた、身分証明には、 同志アンジェリカ・バラバーノフは、多年にわたって、我が党の一員である。彼女は、共産主義インターナショナルの最も傑出した同志の一人で、あるとあった。社会党国際事務局初期、アバンテーの編集者となる。イスラエル訪問時、ダビド・ベングリオンとレーニンが亡くなった1924年の8月、メンシェビキ的な考え方をし、社会ファシストの新聞に協力したために、 ロシア共産党から除名するとの通告を受ける。ナチスのバリー攻とともに、アメリカ合衆国に移り、第二次世界大戦後イタリアに帰国し1964年までイタリア社会民主党で活動する。翌年ローマで死去した。AB ニコラス・ファレル長官、P100。ありがとうございます。